どうも、えー、どうもジェニ2です、どうぞよろしくお願いしますということでね、まあちょっと始まりがあれば、まあ、終わりありということで、まあ別にここは、ね、もあの引っ張ってもしょうがないんで、えー、このたび、まあ、最後のレースをね、えー、迎える、えー、馬がいますっていう。 まあこれは仕方ない、本当に、うん、もうこれはもう、いろいろ上京師の先生とまあ話し合った結果っていうことで、これはもう、そのまま結果を受け入れるしかないということで、はい、あのー、まあ、本当に、あどうも、ク栖さん、きょちょっとね、悲しいお話をしてしまいましたってことで。 このコミュニティでね場面をつけてもらった馬がとうとう引退の日を迎えるというまあ、やっぱ出会いあれば終わりありまあ、そんなことを競走馬もね当然あるよねっていうまあ一生を、ね、このコミュニティで見てきたわけなんだけどもなかなかちょっとこう成績を収められずまあ、その馬としての競走馬としてのね一生ここでまあ終える明日のレースがまあ最後っていうことで。まあ、ちょっと もう仕方ない、仕方ないよねっていう。うんまあ、それをちょっとね、ちゃんとこう、受け止めようっていう、マジで。松、うんまあ、う、ティアラですね。はい。また、儲けたのか。何をもうけんねんっていう。何を設けるんだよっていう。NBA 会議中、<laughs> 引退詐欺、引退詐欺ではありません。引退詐欺ではなくて、本当にもう、引退ですっていう。まあ、これはまた先生とも話し合って、まあ、このタイミングですね、と。うん いうとこで決まりまりした福士さん、この人、ダバ生主なんです、ダバ生ナ主ってなんだよ、これ、ダバなのか、生主なのか、果たしてダバ生ナどこだよっていう、前に晴れを言ったやが、いや、晴れはまだここからだよっていう、ボっタばっかりだよっていう、えー、プ,ロバイプロバイドはまだ、ね、頑張ってもらわないと、むしろ俺が持たないみたいな、うん、ただそんな中でもね、まあ、一生をと、うん、一回は勝ちたいねって、 夢見ながら、その出会い、うん、サマーセルの出会いから、うん、育成上を経て、で入級し、デビュー戦、全く勝てませんでしたねっていう、まあ、そんなティアラがね、もうちょっともう限界ってことで、一旦た向かいます、うん。ティアラも取ったの元取れるわけないよね。 おもう300万プラス育成だ200万500万どっからどう見たら取れてないよね。100%、まあ、マイナスなんだけど、うんまあ、それ以上にでも一生もできなかったっていう部分、まあ、そこちょっと悔しいかなと午後もよく頑張ったからもう引退させてあげて午後は午後はもうちょっと待ってくれよ、本当に俺な俺なりにも考えもあるからもうちょっと55には頑張ってもらいたい。うん 明日仕事だから、話なしまとめてって、まとめてってどういうことなんだから、まあ、始まったばっかりだろうっていう、こうそ,うそういうことで、まあ、ちょっとティアラのね、まあ、最後、ちょっと最近ティアラは、まあもちろん成績は振るわないんだけど、なかなかこう、ティアラ自体の話をね取り扱ってあげることもちょっと少なくなってしまったと、まあ、俺自身もちょっと、まあ、年度末、うん、で、ちょっと時間がなかなか取れてないからっていう、ただ、なあそこ最後ぐらいは、しっかりと、 おうこの目で見てやりたいよねっていうマジでおう、なんでそこはちょっと全力でちょっと応援してやりたいなって思ってますっていう、うんそうそう,う、えー、スマイネル軍団最弱ティアラお疲れさん、まあ本当、まあこれ、過去を振り返れば、間違いなく最弱だよね、おううこれ以上弱い馬っているのかしらっていうレベルの最弱だったっていう。うん それは確かに思う。そうそうそう。コーチで死ぬまで毎週走らせれば戻れるかもしれないぞっていう。まあ、そうはさせたくないよねっていう。うだそこは、まあ、今、コーチにもねその知り合いというか、あのうちのスタッフを、あのまあ、そのちゃんと信頼できる調教師とのか人間関係できてないから、まあ、入れる場所もないんだけど、やっぱちょっと厳しいよねというところ。うん そそうう健康状態はっていう健康状態も俺ティアラティアラも全然元気うもう俺はちょっとも吐くほど働いてるからもうちょっとほんと死にそうみたいな、うん、ハゲの確定申告あ確定申告はねほんとなんとかギリ終わった うもうなんか、締め切り2時間前ぐらいに、もう E-Tax で、最後 E-Tax も前、本当、マジ切れた、IC カード認識しませんみたいな、おほいみたいな、どういう状況やねんみたいな、この状況でみたいな、再起動したら治ったけど、うん、そうそう、経済動物なんだからそれでよくねっていう、まあよ、よいよね、うん、良いよねというか、ただ、経済動物だからそれでいいんだけど、でも、やっぱり競馬好きな俺たちとしては、ま綺、あ、麗にちゃんと最後、お まあ終わりたいよねっていうところまで見てこそのおまぬしかなみたいな、うん。家に帰るまでが遠足ですよと一緒。おう、マジで。もうちゃんと綺麗に最後だらもうどうでもいいわみたいな感じじゃなくて、ちゃんと終わらせようって、うん。はい、どうもってことで、ちょっとみんな久しぶりってことで、まあ、しばらくできなかったけども、ちゃんとね、ちょっと、まあ、もうちょっとの辛抱、あと半月経ったら4月に入って、もうちょっと,クソと暇になるから、俺も多分。 うちょっと配信とかガンガン増やしていこうと思うんだけど、今はね、もう本当ね、吐くほど働いてる。マジで。もうこれこ稼ぐことがかないとなっていうのもぶっちゃけあるんだけど、もうちょっと年度末進行、マジきついみたいな。うそうそう。えー、繁殖貧乏委託とかやんないんですかっていう。いや、だから、その成績が振るわない貧乏から何が生まれるのかしらみたいな。うん あそこかなみたいなね、そうそう、えー、あんたの顔は、まあ、徐々に出だしてこうかしたみたいな、そうそう、仕事クビになるか、クビにはならないけど、まあ、季節労働者的にさ、お、あのー、まやっぱ四月とか暇、うん、で三月年度末は忙しいみたいな、まあ、そういうことかなっていうね、そうそうそう。 家に帰るまでが遠足ですよ。毛が生え揃うまでが職毛ですよっていう,もう毛。毛はね、もういいよ、本当。もうこの際、もう本当馬が飼ってくれれば、別に猛根とか死滅していいから、マジで。おそこいらないからっていう。おもう金,金が欲しいお。もう馬をどんどん買う金が欲しいっていう。そのために馬飼ってくれよっていう、マジで。うん引退したら処分されるから、走らせて生きる方が馬にとっていいと思う。それはそうだよ。だから俺は、まあ、偽善者と言われても別にいいけど、 あのー、自分の目の届くところに、まあ、置いておいたりとか、まあ、そういうのをちゃんとやっていこうかなとは思ってる。うん、だから、知ってる人の中でちゃんと回していくっていう、うん、そういうこと。えー、シュシュ出産した。あ、そうなんだ。シュシュブリーズだっけドワンゴの,あの、ドワンゴさんの方の。 ね、ダビスタってことで、うん、まあ、あっちは生産もね、やってるんだっけお、まあ、うちもね、プロバイドってって思ってるけど、ちょっと金が、もう金が全くちょっと足らないってことで、うん、まあ、もうちょっとすまん、プロバイド、お前お母さんにしてやるけど、もうちょっと頑張って走ってくれとおいうところかなっていう、そんな感じ、うん、キッサンブラックのお母ちゃん、成績振ってないやんっていう、まあそうなんだけど、ね、だから、でも、突然変異的な、そのワンチャンを、その奇跡をやっぱ願ったら、人生終わりだと思うんだよ。 おうだからちゃんとそのロジカルに、うん、論理的勝つ勝てるやっぱりパタ,パターンを狙っていかなきゃいけないっていう、おうやっぱトンビが高ま馬をうことも当然な、なセのウン・アンダーとか、まあ、オグリキャップもそうだし、やっぱそういうのもあるはあるよ、おうでもそれって奇跡に近いじゃん、そこにねそこに全部、要は毎回100万馬券狙ったら絶対破産するしみたいな、おうそういうことだと思うんだけど、マジで。うん 今借金いいくら万円っていうだ毎年、もうずっとさ、見せてるけど、毎年だって7八百800万マイナスじゃんっていう。もう過去はカウントしてよっていう、マジでうん。なんだ、クソハゲやっと死ぬ気になったかって。いや、死なない。俺は絶対一生生きる。マジで。300歳ぐらいまで生きたい。おマジで。ただ、金がないんだよ。おもうどうしようみたいな。まあ、働くんだけど、ね、も働くしかないんだけど。うんあと、あと彼女が欲しい。 本当、うほんと優しい、こうやって俺が、もう本当、もう無理だ、もうちょ、金がない、マジで、もう超無理だいや、もう何、何言ってんの、ジェルイ,インターン、私がもう本当、ちょっとデリヘルとかでも働いてくるから、もうちょっと頑張って、チュッチュみたい、そういうね、彼女が欲しい、本当に、おうなんかもう、俺、この下積みを支えてくれるような、なんかもうそういう,こう理解ある彼女が欲しいと思うよねっていう。 おそうそう、えー、社員にボーナス払ってないのになんで金ないのっていう、それは俺が扱ってしまうからだよ。どう考えたってそうだろうっていう。おーだボーナスとその俺の金別だろうっていう。会社の金は会社の金。俺の金は俺の金っていう。うん お前のカスタバ、ずっと勝ってねえな勝ってねえよだから。プロバイト先々週か勝ったけどね。こいつは、ティアラはもう勝てないから引退ですっていう。それはもう遊びじゃないから、マジで。3000万円貯金あるって DM で教えてくれたじゃんっていう。DM って、どの DM やねんみたいな。ま,まず3000万、いいか。何度もいいけど、3000万一時的にあったとしても、なくなるの一瞬だから。いくら使ってるか分かってるだろうっていう、俺たち。俺たちというか、俺。マジで、スマイネル軍団。 おだから額が3000億あるって言ったら、俺も、あちょっと余裕かなみたいな、おこれも全しばらくちょっといいよねってなるけど、3000万ごときで、お前もほんと、今、いくら俺たち使ってると思っても、年間で3000万以上使ってるんで、なんか見せてるよねっていう、おそれぐらい俺、全力かけてんだから、マジでお、そこ分かってくれよっていう。うん もうは死んでるぞっ知ってるよだから知ってるっていう,うトンビが鷹を産まなかった結果がハゲがハゲを産んだしんちゃんだそれただの遺伝じゃんっていう,うそれただの遺伝だよっていう父父父父母父から全部受け継ぎましたみたいなただの遺伝じゃねえかよっていう,うえすいません気持ち悪い妄想やめてもらっていいですかって妄想ぐらい自由にさせてくれよマジでう妄想ぐらいしかも楽しみねえだろっていう,う彼女とか 多分俺にもね、ワンチャン、まあ、40とか過ぎたら、本当もう終わるんだけど、基本的には男として、おマジ、性欲とか、あとね、超相おなんでこれ、マジで。え、俺こ、この想定なかったんだけど、年取って早撲になるんだね、これお。すぐ行っちゃう、マジで。どういうこと、これ。嫁に交尾拒絶,絶されたやつって、俺じゃねえかそれ。だから、おそれで離婚しましたっていう、そうそう。 会社のお金は俺の金、俺の金は俺の金、しんちゃんの学園っていう、それだからジャイアンじゃねえかっていう、ジャイアン、ジャイアンっていうか、ただの犯罪者だろって、横領じゃねえかっていう、だ会社のお金は会社のお金、も俺は手をつけられませんと、うん、そういうこと、うん、ビオラ小谷騎手ということは、まだ本調子じゃないんだな、いや、でもね、なんか小谷君もね、最近スマイネル軍団にしっかりと活躍というか、まあ,あの、いいレースはしてくれてるから、今回ちょっと一回任してみようと。 うんいうので俺、全然勝負名だと思ってる、マジで。ただ、とりあえず今日はティアラの話をさせてくれっていう。3000億だったら一三に100万ずつくれ。いや、1回3000億,3000億を入手の仕方で、例えばね、ポットで3000億ポンと入ったら、君たちに、まあ、王将御正体、ワンドリンク制、うん、をあのまあやってもいいかなとは思うけどね。妹紹介してください。人妻だわ、だからもう3 3。3人も子供おるだろうっていう。デリで働いてくれる彼女を見つけるために、まずは毛を。 植えないと、そのため、初期投資として、食もやっぱりどういうことなんだから、別に消えなくても、なんか、ハゲだってモテるじゃないのっていう、お孫正義会長だってモテてると思うよ、マジで。やっぱ能力経営者としてのみたいな。だから俺の、この競馬、競馬サークル、マルシとして、その競馬の、競馬サークルできるものとしての、 やっぱ能力を買って多分惚れる女とか絶対いると思うんだよ、世の中。全員とは言わないよ。でも、2、3人ぐらいいるだろって、お前、2億、3億な、これそのなんだろうこの辺のその日本、アジア圏含めたらそれぐらいいるだろって、おマジで。えー、早くまかようって言うとか。書いてよ、だから。今年まだちょっと先だろっていう、い覚ませるまでっていう,うん、えー。男前には、男前にお前は人間として、 男の男の前にお前は人間として終わってることを気づける、気づいてるだから、おだからなんか、みたいな主として100点だけど、人として0点、分かってる。おだからそれをお互いその足し算したら、もう平均点50点だよねって、いうそこを言ってんだよって、いうだから。うん 会社の金に手をつけて農産の馬を盗もうっていう、そんな金ねえわだから、もう盗んでもねえわっていう、まず盗めねえしっていう、お人間は毒ードは食わないっていう、クークークー、まじで、人間も、なこれ言われ、言わせてまもで、でも人間はお腹すいたら毒ード食うし、逆にお腹いっぱいだったらアフリカのコチも毒ード食わない、毒ード食わないといか、飯食わないからお、そういうもんだから。うん 帽子で使い果たそうって使い切れるかみたいな、買収できるば見せることだっていう。ハゲなら坊主にして、ひげ生やしたらどうにかなる気がする。そうそうそう、だからね、別に見た目いいから、なんかも言うけど、見た目は大事。うん。見た目大事。まずは分かんないからお、見た目で判断するしかないと。ただ、な、やっぱ1月、2月、1年、2年とどんどん経過するにつれて、見た目は飽きる。おそっからこうね内面からにじみ出る馬主としての風格とか、そういうところは生きてくるから、マジで。だから時間をくれ、マジで。 おまあ、俺、その合コンで2時間で、まあ、モコミチとかに勝つことはできませんと、ただ、その2年、3年という月日が、まあ、モコミチを超えさせるパワーは俺にはあるって、俺は自負してますっていう、うん、マジでおうえ。孫は金持ち、お前は金なし。どういう状況やねん、だから。孫ってお前のだ、嫁もいねえわっていう、そうそう,うえ、金なし、けなし、金なし、彼女なしみたいなね。そうそうそうう芸者としての能力以前に、この世のものとは思えない。 我もう割れへん、今のルックスなんとかせんと無理やろっていう、だからそこはだから時間だよ、時間。時間が解決する。だから、このだろう顔はブスですねっていうのを、その一瞬、1時間、2時間はそう思うかもしれない。でも、まあ、慣れるから。 だそこはもうちょっとね、あの、時間解決するよねっていう。そうそう。うえ、お酒飲むのっていう。お酒はまあ弱いけどねお、別に普通に飲みますよ。うん。久しぶりの、夢中のチュインジチューバ癖が強いわ、これ。癖強すぎ、わからんみたいな。おうそうそう。えーえー、お腹いっぱいでもプロレスラーや力士は飯食うやんっていう。だ、それは仕事だからだよ、だから。 お仕事じゃなきゃ、食いたくない時にあに、お腹いっぱいの時に、あえて食わないよねってそそ、その話をしてるんですけど、みたいな。そうそうそう。えー、で、今日は何の放送でした何回もやすなんてそう、ティアナの、まあ、ちょっと引退レースになりますってことで、えー、デスクトップってことで。どうも、どうも、えー、うもジェリンです。どうぞよろしくお願いしますってことで、ね、ちょっと縦膝していましたっていう。おまあ、こちら、ティアナね、まあ、まだ好評にはなってませんが、まもみやくんで、最後もね、全力でいきましょうってことで、 なんとかここでう一矢報いたいなとは思ってます、マジで。うん、ティアラが競走馬として生まれてきた証をここで示していきたい。最後まで諦めてないよっていう。そ、うん、そうそう,う、えー、結局今日はなんやねんっていう。ティアラが、えー、引退します、このレースで。うん、まあ俺たち頑張ってきたけど、まあ、ぶっちゃけ限界う。もうちょっとこう難しいなとは思ってるんで、うん、あのー、ここで。 一戦を引こうというのを、渡先生と話して決めました、うん。会社でオリーブオイル売れば、もう小道に勝てるんじゃねっていう。別に高いところから、こうなんか塩とかオリーブオイル垂らしても、もてませんけど、みたいな、これ。もてませんけど、みたいな。そうそうそう。えー、時間経ったら、老化するだけやんっていう。何の話やねん、みたいな。あれ老化すよ。だから、見た目じゃない面だよ、ない面っていうね。おティアン、じゃ話の広がりようがあるわ。だから、最後ぐらいちゃんと見送ってやれよっていう。おそうそう。 えー、時間が経ったらお前は妖怪になるやろうっていう、どうだろうね、でもね、俺ね、思うけど、昔よりも俺の魅力は増してると思う、多分幸子さんが今見たら、あちチェ、あいつもうちょっとキープしておけばよかった、チェって思うと思うぐらい、俺は自分磨きというか、もう自分、その要は、馬主としての上のクラス目指していくっていうの、それはだって地方から JRA 行ってるわけだから、お<ー>あの目指し常々成長してると俺は思ってるけど、マジで。そ、う、そ、ん、そうそうそう 痩せてるやつは老ける。 吹けると劣化が早い。あ、そうなんだ。まあでもアスリートなんでね、ジョッキーなんでも足痩せるしかないんだよ、だから。弟、うん、とうとう引退、まあ引退ですね。はいまあ遅すぎたのかもしれないけども、まああ綿田先生との話し合いの上で、まあこのタイミングでしょうと、もうすぐシンバも入るしっていうね。うんそうそうそう、えー。誰だよ、こんなダバに何百万も払ったばか俺だよ、だから。俺,俺、俺。もう、高ウ先生、もう一声で頑張ってティアラ持ってってくれたらよかったのに、みたいなね。そうそう。待つのです、俺ですってことでねお、えー。単勝100倍台っていう、どうなんだろう。お 最後ぐらいちょっとね、1枚みんな買ってくれてもいいんじゃないかみたいな、待つの俺ですっていうね、うんえー、単勝費10円買ってあげるよっていう、どこで10円馬券ってんねんみたいな、おまあまあ別にね買う、買わないはいいんだけど、なんだろう、もうちょっとな、っていうか、あのー、5秒差ある馬と一緒にやるんですかみたいなお、この絶望感、5秒差あるんですけどみたいなお、ワンチャンのかな、これ。うん えティアラで凱旋文書取るって言ったのは嘘だったのっていう、まあ嘘ですね、はい。京都千人で買ってやるって言ったのもね、まあ丸嘘みたいな。お何だろうな、何が悪かったんだろうっていう、本当ね、なんか悲しくなってくるところもあるんだけど、いやー、まあでも決闘、もうちょっとね、こう、なんか妥協なく選ぶべきだったのかなっていう、お本当難しいよねっていう、そうそうそう、えー、最弱場出るのかっていう、まあ最弱場ですね、間違いなく。 おうどういうことかしらみたいな。そうそうそう。また100円かけて一喜一憂放送してくださいっていう100。100円、いや、まあ、それはお金がないから、もう100円でも、な参加してるだけマシだろって、今もう参加すらできないんだから、金がなさすぎて。おおわかれよっていう。おうえー、何これ、磨いたら赤が体温出るっていう、俺の体お確かにね、全然もうお風呂入らないから、もう何年、この家にか来て、一回も入ったことない、まだ。おおマジで。うん えー、ロバイはショそういやん、こいつって。いうまあ、わか本当そうかもね。だ俺さすがの俺も、ティアラをに乗って、あの、まあのまアヤとかで上目指そうとか、ちょっと思えない絶望感があるよね。おそうそう教訓ダとトで極秘は買うな。まあそれもあるね、本当。おあとは芝っ,っぽいと思って、ちょっとワンちゃんとかそういうのも無理だねっていう。うーんそう GRA そうでいつ馬、まあ、走らせるの今年です。はい今年の、まあ多分5月。 ぐららいかか入れるるのかなとは思ってるまあ、ちょっとね、まだ、も、ま、う、あ、あの松山先生とも話もしてて、一応その辺は、あのしっかりと、おあのー、コミュニケーション取れてるから大丈夫かなと思ってるけど、松、う、山、んま、調子に乗ってる時に買う馬は何か癖が強いっていう、まあ、癖が強いというか、まあ、ちょっとしね、一難、二難あるよねみたいな、何割みたいな。うん なんでね、も、まあ、これからかなとは思ってるけどね。そうそうそう。おえー、一番悪かったのはマルチの顔やな。顔関係ないだろだから。顔関係ないだろうみたいなお。前選びだよ、決闘だよっていうねお。まあちょっとその今思えばやっぱこの血統はちょっとね、うん中途半端プ出た時のリスクはやっぱ高かったよねっていうところではダート的な裏付けが薄すぎる。うん。 ただそこをちょっともう考えるべきだったなっていう。バスローブ着てるのにお風呂入ってないな。バスローブじゃないよ、これ。ユニフォームですよ、みたいな。ねね、あのネグリシエでございますっていう。そうそうーね、スマイケはまだ走らせるの。今回が最後です。はい、これで引退、えー。佐賀とかにも行きませんっていう。もうね、馬体とかはね、もともと見てたものはそんなに問題はなかったんだけどね。やっぱ極秘、フォーム、まあ、あらゆる面でも全てがダメみたいな感じだったから。 もうどうしたもんかなっていうね。そうそうそう、えー。ティアラはもう見切りつけた方がいいのではっていう。それです。はい。だからこれで引退です。はい。これが最後のレースっていう。うん。バサスし、ティアラ、まあ食べさせないですけどね。はい。ちゃんと自分の目の届くところの中でしばらくは見るっていう。もうずっとは無理だけどね。うん。お偉い人にだ、だ、なにこれ、だまされたしんちゃんっていう。お偉い人は、まあ、まあ、その緊急平狼的なね。お あの素晴らしい馬だったけど、まあ、でもその全然やっぱりね、貧馬、ボバっていうところもあるけども、形も含めて全然違うみたいな、うん、繁殖にはなりませんね、はさっき言った通りその良い遺伝子からしかいい馬はま生まれづらいっていう、うん、乗馬、まあ、そう、乗馬、うん、だからしばらくは自分が目の届くところで、まあ、その乗馬的な調教をつけてもらって、あのー、もらってもらえるように。うん っていうところが、まあ、あのー、いいところかなとは思うけど、うん。桜肉に転職方、肉にならないようにどうするかっていうところは最後ね、馬主の役割かなと思うから、うん、その、譲渡先を含めて、まあ、調教譲渡先含めて、しっかりと自分でやっていくっていうところ。うん。えー、明日実況する。いやー、さすがに、だから、この、くそ忙しい時に実況とかも、その、リアルには無理だけど、 まあちゃんと夜も反省会も含めてしてあげようかなとは思うけどね。で改めてそのティアラを振り返る会みたいな、まあ、ちょっと明日、あのー、ね現地にまあ、あの戦場カメラマンの里吉さん含めて行っていただけるかどうかわからないけども、あの間違いなく明日が最後。おだから、よかったらみんな見てくれと。そ、う、そ、ん、そうそうそうー、えー、グリーム、なぜかダート走るのか、待つ。など,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 どういうことやねん、これもなんか順番がよくわからいグリムうん まあもちろんね、突然ヒントがあるからねおロブロイ。ロブロイはね、走るよ。うん。ロブロイはやっぱり、マイニング持ってるから、で、ここからの、まあ、このバックパサー,おーから来る、まあ、やっぱ、まあ、あのウォーアドミラル、ラトロっていう、もうしっかりとパワーの裏付けがあるから、ロブロイは走る、普通に。もうロブロイって見た瞬間には全然いけるじゃんみたいな。お。まあこれ、豊タとかね、この辺はちょっと正直いらないけど、おまあ、バクシーをね。まあ、これのスピードい、その単調なスピードもあるから、 別にこの決闘を見てもおあ、普通にいけるじゃん。ボケがね、ボケがちょっとなんかどうなのってのあるけど、おロブロイはあるよ、普通に。うん、そうそうそう。うえー、しんちゃん、えーダッチワイダッ、ダッチワイフにすればっていう。なんで循環もやねんだから。なんで循環もやねんの人間生身の人間が言うわっていう。そうそう。うハーチクロフェなのにダートダメなのっていう。まあ、多分それだけでは収まらないんだよね、やっぱりお。だからいい方に出たら、多分全然やれてたんだろうと思うけど、 まあやっっぱちょっとねうーん俺の今の決闘論でいくと足らない、うん、確実性がないだから今年は絶対外さないよっていうのはもう改めて言わしてまあ、そのケガとかねそういうのは無理なんだけどお今年外さないよっていうのは言わしてほしい、うん、なんか松の放送通知来たけどもしかしてバグっていうやってやってる俺やってる放送っていうなんでバグやねんみたいなおうそうそうそう たら元気続行しそうっていうまあありよりますよね。ありよるけどまあ多分この5秒差をいたったね2、3週間で縮めるってことはちょっと無理なんじゃないかなっていう、うん、感じはしてるけどね。そうそうそう。いやーでもなーまあこうやって勉強もう全てだから俺は失敗とは思わない。 うキングエロが強く出過ぎてるっぽい。まあ、そうだね。ダンシングブレイブ、キングエロが出てるから、まあ、あ要は極秘。だからオ、お偉い人は全然直秘じゃん。うん。施設の下り全然深くないと。だやっぱそこなんだよね。うん。そこほんと大事だなぁと思う。マジで。うだそこがこうなってしまった以上は、うん。もう仕方ないよね。おうーん。まあ、諦めるしかない。もう引き際。 うん、まあ、このタイミングだよね、もうずっと言ってたからまあ4月ぐらいだよね、ちょっと早かったけど、でもまあ、このね、旧社との話し合いの中でまあこのタイミングだねっていうのが、うんまあ、決まったんで、これでこのタイミングでいいと思うんだけどね、うま、ん、いそうそう選びで絶対外さないのは無理やろうし、競馬しろとみたいなこと言うなよいや、そう、100%はないよ、もちろん100%はないんだけど、おあのね、これでも馬券と違って大きく外さないっていうのはできる。俺できると思ってんだよ。おうこういうい あのもうえっていう、なんかねあちょっとティアラみたいな、マジですかみたいなのは、俺はないと思うんだよ。あの特に地方はうんだそこは、俺、たぶんやれるレベルはあると思う。もちろん、ね、大当たりとか、そのね重症を勝てるとか、そういう話をしてるわけじゃなくて、大きくは外さないと思ってる。うん、だそこはすごい、ね、見てほしい、マジで。そ、うん、そうそう,そうえ柴橋 たたら走ったりするかも、ね、まあそれはあるかもね、うん。でもちょっとそのレベルじゃない気もしてるけどね。おだからあのー、その大きくは外さない自信が、まあ、ついてきた。それはこのティアラ含めたなティアラ・シュプレム、まあ、いろんな間をこう見てきた中でのやっぱ経験なのかなとは思ってる。以上にメンタルかれ 行かれてね一回は二着取ったんやからって。まあ、それもあるね。だからもう結局、出走手当もまあその金もあるから、休ませることはできないんだよね。このレベルになってくると。おまあ、相手関係ももちろんあるんだけど、うん、だからもうその全部全部が悪い方、悪い方へ行ってしまってるというところもあるから、まあ、ちょっとね、残念っちゃ残念なんだけど、そうそうそうー、えーディ、ディルドを突っ込んで、 走らせれば覚醒するかもしれんっていう。ギルル,ルドってなんで、ギルドってお。そうそう。いや、でももう、うん、まあ、例えばちょっと走ったとしても、まあ、なんてうの、回収とか考えると、もう、もうま無理かなと。うん。いう感じはしてるよねっていう。そうそう。ーアーモンドアイトをひかに交換しちゃえば OK で、ほんとね、それはもう喜んで、おもう全力で、何でもします。 交換してもらえんだったらお突然だよね、多分ね。あれなんか走らなくねみたいな、最近あ問題みたいなお。突然走らなくねみたいなね。多分一1あるんですぐわかると思うけど。うん、そうそうそう。なんでも、まあ、こういう馬に対しての引き際っていうのは、やっぱ一番、馬主としてね、やっぱずるずるいくと、他の馬までも維持できたくなるわけだから、うん、まあ、大事だよねっていうことで、まあ、ティアラ、この辺で引退と、うまあ、マイナス500万かな。うん。 まあちょっとね、これはもう仕方ない。うん、もう悩んもう結局これを失敗と思わずにやっぱ経験と思って絶対同じことしないよねと。俺もやっぱね人がやるのも自分がやるのも同じ間違いを2回繰り返すのが一番ダメだから。うん、もうそれをしないと。うん、このティアのね、まあ、ちょっと改めてこの決闘、えー、を見てみようか。うん、この決闘を見て同じ決闘を選ばないよねと。 いうのが大事だよねっていう。うん。そうそうそう。な、こんなんでんだ、最近ね。おえっ、ー、と、決闘どれだっけこれか。おあこ、こんな写真これもあれかなおあのー、佐藤さんの写真かもしれませんみたいな。うん。しんちゃんおっしゃお金貸して黒木ってお前の待ってる。ほんと、俺暇になったらお前はまず、まずサばっさげに歌いに行くからなっていう。おそうそう。この前、ティアラと喋ったけど、マシの。 大衆と講習が臭すぎて、ウーナーサークルで会いたくないから頑張れないって言ってたぞって、もう俺行かないからじゃあ俺行かないし、もうマスクする、マスクしてるからっていう。もう、もう、頼もかかってくれよみたいな。そうそう。いや、でもな、見ても、これ見ても、今見てもな。いや、血統は全然悪くないんだよね、これ、本当に。うん。血統全くはい。な、デュピッティに、ストームキャットに、 こんだけ持っててなんでっていう。いや、マジで、うん。こんだけ持っててなんでみたいな感じはあるよね。ぶっちゃけ。わかんない。今見ても。まあ、その、突き詰めればもちろんあるんだよ。あーまあ、ここはねっていう。うん、で今年は、あのー、どれだえっ、ー、と、カジノドライブ3区。あとは、えっ、ー、とー、 なんだっけ名所ボラさんかあの二つはもう確実にもうその王道行ってると。うん、でダノンシャンティサンクはむしろ近代競馬のお決勝みたいな感じでやってるんで、あれも全然やれますと。うん、もう超短距離馬みたいなね。そうそうそう、えー、やっぱダンブレが芝向きじゃん。まあダンブレ芝向きというか、もうその季節がね、季節がねっていう。お と,ところもあって、やっぱキングヘイロー自体をちょっとね、やっぱ疑っていくべきだったなっていうのはあるけど、うん、カジノドライブはいいよーっていう、うんいい、いいと思う。おだ今年は、まあ、やっぱいよいよ渡先生の、まあ、順番かなと思ってるんで、そこは、はい、もう何と分だから、えっ、ー、と、ティアラ、あとは、シュプレム、うん、あとは、なんだっけ、ハーモニーか、おーで、ゴーゴー、あとは、えー、ムービーか。 お5頭今まで5投ね、渡先生お願いしてきたけれども、お6投目にして、いよいよ初勝利が来るんじゃないかというふうに思ってます、マジで。うん、ダノンシャンティが漂う芝馬衆ってまあちょっとね、そこは、そこはぶっちゃけ、ぶっちゃけちょっと不、まあ大丈夫かなっていうのは、そのね、このティアラを見てるとだよ。うん、ただ、そのダノンシャンティが持つそのダートの なんだろう、あのー、可能性は全力で引き出せる、あのー、ボケ、で、しかもやっぱ、ハーチティデプティミニスターっていうのは、なんとか、デプテーミニスーのフ,あのフレンチデプティか、うん、は、なんとかなるんじゃないかなっていうおー、ダートが全くできないって感じではないと思うんだけどね、あの兄弟もダート走ってるし、おーちょっとね、まあ、ぶっちゃけ、その決闘の中で、そのさっき言った名称ボーラーとカシノドライブは、 あのもう俺の中でのそのダートケットの状況を満たしているから、うん、そこでの心配ってのはほとんどないんだけど、ちょっとねー、そのまあ、やっぱヘディヒューズを狙いに行ってる感はあるから、大丈夫かなーっていう、ちょっと不安はあるけどっていう、うん、プロバイドがもし私、厩車に行ってたらどうなったんだろうっていう、別にまあどうもこうもっていう、まあその馬はねあのいいわけだから、おで私しちもしっかりまあ見てくれてるから、全然普通に活躍してると思うけどね。うん だからそのなんか悪いんい流れ、渡辺先生もなんかその、ね、あの相性が良くないんじゃないかとかってその邪念をこう持ってもらう、のね払拭するためにもカジノドライブの、ね、馬でも全力でパーンと活躍してくれればいいかなと、おやっぱね、あの高シファームもいいと思ってるんだけど、あえてそこをもう本当に一番いい,、まあ、いわゆる育成所、まあ、値段も含めてね。うん あのー、裏側の BTC か。で、その反論でバシバシ思いながら、まあ今もプール調教までしてんのかな、なんか。うん。愛知西ブで。うん。もう完璧。もうすでやれること全部やってるから、マジで。お、ん。ヒニシューズ3区って小柄な馬多いねっていう。だうち今ね、たらそのマイネル、岡田総帥が譲ってもらった馬は、結構4 5六60あるんじゃなかったっけおう、そうそう。ダノシャンチ3区で、高倉で、 重症まで行ったダートバーいなかったっけっていう。な、なに高倉くんおどなんだろうただ、まあ、ダノンシャンティさんくんね、別に普通に走ってるけどねちょっと待ってえっ、ー、と、ダノン。ダノンシャンティうん。 だ,だなんでだよ、ダーだ,だけかよ、ダーだけかよ、ダノンシャンティ。うん、普通にいっぱいいると思うけどっていう。え私はじゃマルチのしんちゃんの馬で手を抜いてるだけやぞ、どういう状況でみたいなお。ちゃんと頑張ってくれてるよっていう。うん、だからその成績をここでパーンと出してくれるはずだよって。うん。で、まあ、今回の馬は欠点はない。俺の言うとこ、こうことして選んだ3頭の中で、一番いい結党。マジで、ダート、ダート結党としてはね。うん。で、ちょっと冒険してるのは、 ダロンシャンティ。うん。それは言える。マジで。おぉ。3区成績。おそうそうそう。えー、追いはげ、出遅れだけど来てやったありがとうってことで。今日はちょっとティアラがね、最後のレースを迎えるんで、まあ、そのお話と、まあ今年デビューする馬の話などをしてますっていう。うん。この辺かな。大評判出てるから。うん。まあ、それでも、この地方、地方成績と書いてあったっけおこれか。地方。 うん、まあ地方でダノンシャンティって,ってまだそんなに、ね、出てないと思うから、まあ、どうかなっていうのはあるけど、うん、でも全然多分ダートでもやれる。ほら、な、勝ち馬率7割近い、うん。7割近い勝ち率ってすごくないこれお、まあ、地方だけど、うん。で、中央でも3割勝ち上がってる。これすごくないこれお これすごくないこれ普通普通にいいと思うんだけど、マジで。うん。そうそうそう。ちょっとまあ2018年は落ち込んだけどね。うん。あの全然ありだと思いますっていう。そうそうそう。北サ3区でこれで良いんじゃないかと思って決闘を見ていったら、最上入っててうーんってなりました。最上ね。最上はもうちょっとなんか、気少がなーっていう、その、ところはあったりとかっていう。うん。でも北港はね、ほんと、あ、母系は、 そこまで選ばないんじゃないかな、まあ、ちゃんと生かしてやりたいなと思うけど、今までのキングヘイド3区の中で、本当に一番秀逸なダート配合だから、うん、だからそれを生かすボケをちゃんと持ってきてあげたいなっていう、おもしかしたら、非サンデーでもやれるかなっていう感はあるけどね、そこでなんか中途半端出すんだったら、もう AP インディンとかバッチリ持ってきて、そのホコタラま持ってるもすべての可能性を生かしきってやりたいみたいな。 えアーニングインデックス0.58分かんないのに、どれアーニング、これ、これおお。これなん、なんの意味があるんだっけちょっと俺もよく分かんないんだけど、これ。うん。でも、80万率3割ってよくないこれ、これ、これで全然いいと思うんだけど、マジで。おぉ。僕も見て、ダビスタで史を C だったから必要、必あ、そうだったっけおお。俺もダビスタも全然勝てなかったら、もうすぐもうファミコンのカセットも投げ、投げ寄ってやったよ、もう。おもう、なんだっけ、ブックオフとかに、確か。うん、ちょっと、 全然これね、まあ、全体平均でっていうのはあると思うけど、うん、勝ち馬率としては全然いいかなと思うし、まあ、ダートで、ほらお、走ってるかどうかって大事だから、まあ、中央というのも地方ね。うとこれ普通に、ど,どう見るどう見たいんだこれ、ちょっとわかんないけど、た、まあ、多分ね、普通にやれるレベルだと思う。うん、で、背後はそこまでちゃんとこ,うこだわってるから、 これ走らななないいい意味ないよねみたそそうそうちなみにこれですってことで見てみようか。おうこちらってことで、うん。スパイスフェアリー2ンチは、あ、これね、こっこたる前おい。俺ね、今言おうと思ってた。死に身にね、AP インディだろ。悪くないよ、これ。桃神、まあ、がここか。まあ、これぐらいだったらいいんじゃない薄くて。俺、全然ありだと思うよ、これ。うん、ちょっとね、大変、あ、まあ、ここだな。 この4分の1、ここが全部芝じゃん、これ、ほとんど。まあ、アフリート入ってるけど、ここだな、ここをどう評価するか。これだったら3で欲しかったな、この辺で。何でもいいから、3で。3で1本ここでかましとけば、まあ、別に全体の影響はないけど、まあまあいいんじゃないみたいな。悪くはないと思うけどね、そんなにいいかっていうと、まあどうかっていうのもあるけど、まあ、死に身もね、あのー、 まあ、バックパサー持ちっていうとこもあるし、薄いけど、悪くないと思うけどな、これ自体は。うん、そうそうそう、アフリートも、オン、オール、オール、ここね。まあこのミスプロは、あの死に身が持ってるミスプロとも絡むし、もちろん、ね、あの、樽馬が持ってる金亀経由のこのミスプロにも絡むしみたいな。うん、者と言って、言うほど芝かっていや言いや、言うほど芝じゃないんだけど、持ってるこのカーリアンとか、この辺が多分ね、こう、 響いてくるんだようで、もかみもね、緩さみたいな感じで全体に影響を出しそうだから、ちょっとやだなって感じはするよね。これだったらもうサンデーでビシャってこの辺ね、まあサンデーの王道のこう配合でまあ別に締めてもらったらまあ影響なしでいいわみたいな感じになるけど、ちょっと中途半端でスピードもなければなんか許さしか残んないみたいな感じのこの辺が、うーん。 なんかこの大島渚みたいなこの辺も入ってるし、ちょっとよくわかんないよみたいな。うんえー、ダート短距離ならっていう。短距離なのかなぁ。ほたる前自体がどうなのかっていうのはまだねあのはっきりしないから、そのは結局このたるまのいいところっていうのやっぱりちゃんとボケで生かしてあげたいみたいな、そこ,そこをね、成し遂げたいよね。だから俺的には、 まあ死に身にはいいんだけど、やっぱスペシャルウィークとかを母系に持ってきて、まあそのマルゼンスキーみたいな、そこからちゃんとたるまえ持ってるそのバックパスターとか、その辺を生かしてやりたいみたいな感じはするよね。おーそこ欲しい。うん、そうそうし長ちおすれのどうもってことってお、まあ今日はちょっとあんまりいい話じゃないんだけど、おティアラが。 まあ最後のレース迎えますっていうところと、ちょっと金はないけど、今年も馬買わなきゃいけないんで、そこをちょっとこれからどうしようかって話をね、馬の血統見ながら話してますみたいな。ただ、今年は俺絶対樽前買いたい。マジで。てか、今年しかもチャンスないと思うんだよ、多分樽前を買う。だからもうそこかな。そそうそうマルゼンスキーもカーリアンも元を例えばニジンスキーはどこじゃん、それはな、教えてやるよだから。カーリアンはな、これ。 もうなぜカーリアンは正直どうでもいいんだけど、なぜマルゼンスキーがいいのかと、おうまあ、これもう,も,うもう見たままなんだけど、なラウンドテーブル、要はラウンドテーブルっていうのはもうナスルーラですよ、皆さんこれ、ね、誰でもご存知の、なるほど、もう要は今のこのバネ、芝、大回りみたいな、大飛びみたいな、そういうのをもう形成しているそのナスルーラの近親がここに入っている、も要は芝なんだよ。うん ニジンスキーに合わせたボケがね、それに対して、マルゼンスキーね、もうこれもう見て、これ本当に、マルゼンスキー、もちろんね、謹慎なんだけど、あの謹慎ではあるんだが、全然違う、もう全然違うのは、そのさっき言ったラウンドテープのところになんとバックパスサーが入ってたよ。もうこれで180度違うマンになるわけお。それはブサンダから来るウォーアドミラル、そしてその母,母,母にあるラトロ。 ラトロワンヌここがもうすべてパワーの源になってるわけね。だから、ダートと言わないではパワー先行型のまあ、要は二次式3区がマルゼンスキーであると。うん、そういうこと。うん、だもうそこがもう全く違う。このここがね、すべてを語るっていうお。そうなんですよ。なんで、カーリンじゃなくてマルゼンスキーっていうところ。だこれは配合論ですね。完全なる。うん そそうそう,そう,うだから、そのマルゼンスキーを持っているスペシャルウィークが欲しいという話をしているのはそういうことですよ。うん、だから、その、あれだっけ、えー、とキンゲイの代わりを持ちだっけ、ちょっと忘れてしまったけど、おだからそこじゃないんですよっていうね、うん、ところかな。なんで、本当ね、このスペシャルウィークの血が今母母系に入ってきている。 特に地方競馬でね生きていけるっていうのはすべてマルゼンスキーにつながり、マルゼンスキーのそのバックパーサーにつながり、バックパーサーのウォーワードラトロンにつながり、っていうそのすべてつながってるっていうね。うん、ハーチスペシャルウィークでダートバーいないよって、いるわめちゃめちゃいるわっていう。おそのハーチスペシャルウィークで調べて成績見てみろよっていう,おそう,そうふ。ふーんって興味ねえなっていう。タル前なんて時折的に 爆死やねっていう、距離的にどうなんだろういや、俺はあんまりね、その距離的なものとかは、僕、ボ,ボ系でも全然変わってくるから、あんま気にしてないんだけど、おまあ、やっぱ、たる前のね、どこだっけな、前見たとき、本当な、うわ、これいいなと思ったんだけど、まあ、もちろん、金カメっていうところもね、もちろんあるんだけど、このね、な,なぜか、まあ、やっぱ金カメつけるから、ボケも芝っぽの持ってくるケースがやっぱ多かっただろうから、まあ、そうなんだろうけど、これね、割とダートっぽく最初から狙ってるなっていう感があるんだよね、ここ。うん。 だやっぱそこがすごいなと。おうそうそうそう。えー、スマイルッシュ。<laughs> ありがとうございます。っていうね。おうん。タルマエドースのボバー狙うのっていう。いや、タルマの3区を狙っていこうっていう。まあ、ブランチタイム別に入ってるわけじゃないから、ボバー、ヒンバどっちでもいいかなとは思ってるけど。うん。マ、ま、ス、あのデコに応急してもらったら負け癖になるんじゃないか。別に負け癖じゃないけ選手勝ってるからね。あのプロバイトとか。おうそうそう。もうパイルの子は高くて買えないか。買えないね。つっても、しかも買えないし、そこまで走ってないから。うん。 パイロって言っても、まあ、まあ悪くはないけど、そこまでじゃないよねっていう。うん。たるまえ成長そ誘でて松さん耐えられる。あ、まじでそんな感じおおは、ちょっとわかんない。そこまでわかんないけど、まあ、それは配合の中で、例えばちゃんとミスプロのクロスを置きに行くとか、おーノーザンダンサーしっかり拾いに行くとか、まあ、そういうのでいいかなみたいな。うん。まあ、あとは、どこだっけなぁ。ちょっともう忘れたけど、俺どこどこ見てたっけなちょっと待ってよ。ワード見る。ちょっとね、これ、どことか。あ この辺か、そうそうそう。な、オーワードとかも全然持ってるし、お持ってるしやな、おあ、どこだっけ、この辺かなうん。1本、ま、2本、普通に普通に持ってるしみたいな。おそうそうそう。だらこら、ボケにちゃんとこういうところ持ってるっていうのは大事だよねっていう。おもうないかお。そうそうそう。 えー、ヨハネスブルグ、ヨハネスブルグね、もうね、種がつかないらしい、おじいちゃんで。うん、だそれこそリスクみたいな、まあ、出てきた馬もね、ちょっとちいちゃい馬とか、まあ、もうヨハネスブルグが欲しいね、絶対っていう人にこう人気集中するから、高いんだよ。 ちょっと無理かなみたいな。そうそうそう。えー、これどうでしょうってちょっと見てみようか。当たる前、当たる前、当たる前体操。当たる前体操、ちゃんちゃんみたいな。もうそ,うそういう話じゃないよっていう。もうあ、ここを当たる前を今年買おうっていうね。うん、タルる前二郎って馬うましてるって。あ、そんなんいるんだ。お何三句みたいな。そうそうそうあ、これね。あんねいいと思う。うん、だタルる前の結局、フォワードとかを。 まあ藤木跡のこのインリアリティから来るウォー,ウォーレリックかの日本で受けるとか、でしかもこデュピティミニスター入ってるから、なかグッドエグザンプルとはそっち行くみたいなうん。これいいよね。これはもう非常にかりやすい。ただちょっとね、ちょま、しっかり見たいかわかんないけど、実際にウォー、そのそののなんて言うんてううだろうダイレクトに、その要はニャーリー・クロスでウォーアドラトロを欲しいよねっていう、そこが多分ね、ないんだよね、これ。お 富士は持ってるのはウォーレリックだからこれね。ウォーレリック、この2本。これはインリアリティから来てますと。うん。だこれでもういいんだろうね、この830とか。いいんだろうけど、そうすると今年のダノンシャンティと一緒なんだよ。おまあまあ、いけるだろうけどさ、っていう感じ、これはお。悪くはない。全然悪くないお。いいんだけど、高かったらこれね、まあ、ボバだしお、そのリスクを得るのかなっていうのはあるけど、 全然悪くないです。はい。このデュピティ・ミニスターも効いてくるよね、これ。うん。ここの、まあ、このグッ、もう、これね、グッドエグザンプル。もうねけん、別に見なくても分かったけど、このグッドエグザンプルとか入ってくるから、まあ、たるまえが持ってるウォーワードと、多分いい感じの、あのー、なんだろう、クロスにはなると思う。 そそうそう,うシンプルにシリミートヘニーヒューズでええやんっていう。だそのか高くて買えねえだろっていう。うだそれそれってる段値段から来るっていうね。おうこれはダートマンになるのかね。なるね。これバリバリの歌だったよ、これ。うん、だからこれは、行くか行かないかってたら絶対行くね、俺。もし安かったら。おう全力で取りに行くおう。これはいいと思う、マジで。ただ、まあ、ま兄弟が走ってたら、もうそもそもね、みたいな。この辺か。お兄弟が走ってたらね、そもそも,もう買えないから、これ。うん こうもう普通に南関東でバリバリ走ってるやんみたいなこれ,おだこれだと多分もう高くなっちゃうから、まあ、無理なんじゃねみたいなおこ,う,こう,もうバリバリ走ってんじゃんこれおなあもう俺が俺が言うまでもなくまあ、でもまあねロードカナロアとかだけどお全然多分1000万とか普通に行っちゃう馬じゃないかしらみたいな、うん、そうそうそうまあまあいいんだけど、まあ、そんなね馬を買うためにもだよお、まあ、そのちょっと 稼げない馬は引退させていくしかないよねとおっていうところ、もうこれはちょっともう厳しくもおあのー、ちゃんと判断していかなきゃいけないってこと、うん、それもなんかねうその馬がかわいそうとか、あのー、なんそ愛着だけで持ち続ければ、その厩舎に対しても一つの馬房を占有してしまうわけだし。うん あの何もいいことはない、誰も幸せになれないと。だから、もうそれだったらまあ生きていけるように、その馬主としていろんな関係者を当たり、次の,その役割を探してあげて、引退をさせるというのが、最後できることなのかなと思っているから、そこまで全力でやりきりますと。そうそう。万能って100年前の馬だぞ、本当にそんな影響ある。 うん、その万能王っていうその力、受け継がれてきたその王アドミラルであり、その王アドミラルの影響を強く受けているバックバブサンダ・バックパサーでありで、その力をちゃんと引き継いでいる、まあ、マルゼンスキーであり、そのスペシャルウィークでありっていうのに全部つながってるから、おうだからそ,それをね、ちょっと見誤ったのが、まあ、ティアラなんだよ。 の場合は確かに万能王系の血を持ってると、サラミナっていう牝馬なんだけどね。おうだからその万能王だからまあなんとかそれで補えるだろうと思ったら全く補えなかったっていうね。まあ、もちろん別の問題もあると思うんだけど、おうだそこは王道で行こうと。うん、この血を持っていて、そしてそのこの血が受け付がれる、その代々受け付けられるこの配合であればいけるっていうものがやっぱあるからおう、ただそれをこうなんか近い、なんだろうな、その 万能を持ってるからオッケーとかじゃなくて、やっぱその配合なんで、お万能じゃ,じゃなくて、ウォーアドミナルとラトロってその組み合わせの中で生まれてきた子供でありと。うん、ラトロっていうのはもうあの貧乏だから、年間年間というか一生涯でそんな子供残してないから、おうでその組み合わせの中で生まれてきたしっかりとこうパワーをね、今のそ金だけ言えば非常にスピード重視になってきてしまってるから、やっぱすがるさだけでその、まあ、全然そのスピードを生かすパワーがそもそも足りないと。おう でそこまでちゃんとできている、そのはその血を受け継いで遺伝もできているっていうところまでこう追いかけて、最後はやっぱ馬体で見ると。うん、で馬体で見て、あ確かにそのダートっぽく出ているよねってなったらね、もう確実性高いじゃんっていう、うん、そ,そういうことだと思うんだけど。そうそう。ティアラス等にあげれば、お前下手。 だからこれ乗って勉強しろってっていう、なんかそのなんてのうの、練習場みたいなね、うん、練習場みたいな感じで、練習場になんないけどね、フォームが悪すぎるからっていう、俺もなんか乗りこなせるかちょっと心配だわっていう、おそうそう、しばらく見ないうちにテンプス故障もしてんじゃんって、あ、してるしてる、ど,どんだけ見てないみたいな、ちょっとまあ足故障しちゃったけどね、うん、だからまあ中央行く前に、まあしっかりと休ませてから行かせようかなみたいな感じちょっと休ませて、まああと1、2戦して、まあもう1勝したら、 まま中央かなと、まあ、ちょうどシンバと一緒になるかなと思ってるけど、うんえー、石崎隆之さんってもう引退しちゃったのっていう、誰だっけ、それジョッキーだっけ、うんねまあ、まだね、なんだっけ、窓場ジョッキーやってるんでしょ ああのー、ねあのね南ジョッキーってな,なんだかんだ言って結構長くできるよねっていう、恒例までっていう、あれ、やっぱね、すごい、また、あ、なんだろうパワーとか体力だけじゃないよねっていう、実咲知らんのかいって思うおだから、ソロ代以外ね、あんまね、わかってない、うん。まあこれから南関東もね、やっていくし、もちろん中央っていから、これから勉強なんだけど、おそうそうそう、えー、じゃあ、松野的にはサラブレッドじゃなくて、サラ系の光る今井や、 光、流力はゴミかっていう、どのことっていうかちょっと分かんないけど、なんか、俺的には、その、なんていうんだろう、もう配合だから、組み合わせだから、もうパズルのようにね、結局、まあ、8台っていうこの血統の図式の中で、どれだけの血を、この、要はスピードとパワーで、そのマスを埋めていくかっていう、それが配合論だと思ってるから、その中に程よく今は、まあ、ダートバーじゃなくてもね、パワーを入れておかないとやっぱ勝負にならないよねっていう。 おうそうそうそう、えー。アブクマポールとか知らんのか。アブクマポールは聞いたことあるよ。だから、なんだっけだあのー、巻き孫だっけうん。まあ、そのアニメもいいんだけど、おまあ、もうリアル旅したなんでねお。目の前のその馬、も生身の馬を命含めて預かっていくんだよっていう。うん。そうそうそう、えー。よし、アラブ買おうっていう。なんでやねんだから。それはサラブかよサラブをっていう。そうそうそう。うなんで、なんとかね、ここは頑張っ えー、ね最後、爪痕残してほしいなとは思ってるけど、あ、そうだ、あれも見ようか、そのだろのう予想しってことで。園、う、田、ん、園田、うんえー。雑誌の種帽場紹介でゴールドアクター、ダートもいけたと調教師言ってましたが、本当ですかねどうなんだろうねゴールドアクターってあれか、あのステイゴールド3区、うん、まあ、ステイゴールド3区丈夫だし、パワーもあるから、いけたっちゃいけたんだろうと思うけど、 おまあ使うかって別の話かなっていう感じなのかなっていう、うこれが馬主かいっていう、馬主でしょだから、おだから何か見てるけど、馬主は別に馬券とかそういうものじゃないから、おまずは自分の馬、そして買う馬に全力を注ぐっていう、そこ。おうそうそうおうブライトタイムが決闘票にあるととりあえずなんかいい感じするけるそれ間違いないねおなんか。なんかいい感じがするというか、いい感じ。お やっぱなんか本当に大だよね。だから、そういうことなんだよ。だからマス目を、もちろんブランディさんまあ若,い若かったというのもあるから、そのマス目の中でも大きいマスを埋められるわけよ。ただ、もう当然それは、そあの影響力も強いと。万能はもう、ね、100年も前だから。ただ、100年前だけども、その万能のちを引き継いでる代々引き継いでいるところで、いろんな、出てきているよっていうところがね、まああのやっぱ、ケット、おや競馬のやっぱこうすべてだよねっていう、うん。バケットはまた別よ。うん それは馬主としてっていうこと。うん、そうそうそう。なあ、もう最後はね、無印っていう。なんかつけろよっていう。そうそうそう。あぶっかールは、東京大書店や、手押しよかった、南関東のええ、言うたらお前、アブあぶっか、なんだっけ俺なんか間違えてるなんか、巻きバーを出てきた馬でもなんかそんなあんいなかったっけうん、そうそう、なんかもう、あのあんま古い馬、ちょっとわかんないんでね。おあと、記憶、最近もう、頭のメモリーが全く足りなくて。お 頭ももう本当めんさっき聞いたことをもう思い出せないみたいなもうもう完全アルツ入ってると思うんだけど、うんもうなんか日々のその情報量というかもう仕事の量がもう多すぎてもうははいはいもう耳がね最近聞こえないそしてアマゴアマゴ口だ俺アマゴ口ってアブクバコの間違えたのかなおおなんか一生のようななんか響きがあるまいませんでしたっけっていうおおそうそうそう。 なんでね、だから、まあ、でも、そんな俺でも、とにかく、北欧たるまえ3個買うってことは3年前から決めてた。3年前、2年前。おうなお、ずっと言ってるね、俺っていう,おう。な、これなんか、ほら、上位キッこうマジマンジみたいな。おマジで。ハゲたユーヤさんですか、ロックンロール、死んでるやんけっていう,おう。それぐらいわかるわっていう。なんか今日出てきたニュースでっていう。そそうそう,そうなんで、俺の、その、やっぱ、諸士貫徹、やっぱ、買うと。たるまえ。一等は買うと、絶対。 ういうのは今年実行したいと思う。だからその、もうちょっとやっぱね、たる前えの決闘、まあ、そんなに何回見てもね、変わるもんじゃないから、別にいいんだけど、あれを100%活かすような、ちょっとそのさっき言った、さっきの藤木跡もいいんだけど、あれだとちょっと妥協になっちゃうんだよね。妥協というか、まあ、これでもいいか、でも100%じゃないよねっていう感じになっちゃうから、もっとダートっぽく、やっぱ買いたいなと思うね。うん。いやさっきの藤木跡の方が走るかもしれないんだ結果。うん。 ただもうちょっともうど真ん中で行ってみたいなと思うけど、うん、そうそうそう、えー、スマイルロケロールっていう、なんかあの、なんかゆうやさんにあの別にあの興味ないんですけど、みたいな、そうそう、ずっと7着じゃんっていう、これ、7 7, 7まあ1 1も撮って、まど、あ、べ、どべ、どべ、どべにみたいな感じ、おこれ、ハット立てだから、これお、なんか、どべは取らないんだけどねっていう、おでも、どべにはなるみたいな、そうそうそう。 ということでね、まあ、今年もね、いい馬を買いたいからこそ、やっぱね、まあ、コントティアには申し訳ないけど、もう稼げない馬は引退ですと、もうお帰りいただきますという感じ、マジで。うん、スマイルアデランスっていう、う商標やんけ、だから、商標だし俺使ってねえよっていう、そうそう、えハゲナベイベーも,うもはやスマイル入ってねスマイル入ってねっていう、そうそう、あ、ちなみにバベの募集ね、そろそろ、えー、決めていこうかなっていう時期にも来たんで、 えー、今週できるかちょっとわかんないけど、あの近々ちょっと場名募集配信というか、まあ今まであった募集の馬も整理して、1回リアルタイムにね、こんな馬、まあ、どうかなみたいなもも、君らもなんか全然ね、掲示板書いてくれないから、もうその,そのかなんかメールとか、なんかリアルタイムに書くとか、そういうのなんかガンガン来るんだけど、だからそういうのも、あも延長はちょっと1時間で終わりですっていう、ない,ないんでねっていう。どうなんで、まあ、明日またね、ティアラの反省会、まあ、反省会、まあ、お別れ会かな、と、 えーまあ、プロバイド、まあ、ビオラのお出走情報、で、まあ、その先に、ね、またあの振り返りっていう感じで水曜日までやって、でまあ、木曜日、休みだし、まあ、休みとか俺は休めるかどうか分かんないけど、まあ、夜またやりましょうと、おでその辺でちょっとこう、あのー、場面、うん、をちょ、あのーね、聞いていこうかなと。 こういうのもちょっとやってみようかなっていう、そうそうまあ、こうやって書くでしょ、君ら。書くのに、掲示板には書けない。なんかその個人情報があそこ出るのちょっとわかんないんだけど、書くでしょ。だこれで、ね、書いてもらっていいんだよ。あのあ,ありがたいんだけど、今日は書き留められないから、これ。おこれ別に悪い悪くない名前、もうね、8割使えない名前ばっかりなんだけど、あのー、悪くはないと。だから あのそこをちゃんと書き留めるから、まっちょっと早い君今、早漏すぎるお。年取ると早漏になるのが分かってるけど、早漏すぎるんで、うん、もうちょっと待ちましょうみたいな。そう,そう,そうだ分かったみたいな。スマータとか使えるわけねえだろって言うだからそうそうそう。スマイルだけ逮捕されてるだろだから。逮捕されるかもう死んだ人しか出てきませんかみたいな。そうそうまあまあ、今日はいいんだけどね。と、うん、いうことで、まあ、ティアラがねなんとかあのやってくれるんじゃないかなと。おそうそうえー、スマイルグルーブにしろ、名品に。 そうしたら、まあ、だからその名前負け的なね、もうちょっと、だからまあ、馬の名前を出したので今年ボバも多いからね、結構。おであのそう逆にヒのバの,あの、えー、ダノンシャンティサンクは、ずっとダノンシャンティサンクというか、この配合をしてくれた、もうずっとアドバイスくれてる人がいるから、その人のが出して,、まあ、出してくれる名前の4つから、もうそのままアンケートにかけて選んでもらうっていうのを取りましょうと。うん、スマイル金貸して、俺のセーフだよだから、俺のセーフだよっていう、おうだから残りの2頭、だからボバだけなんだよ、今年うん いわゆるスナイル・ボウカラーと、えっ、ー、とーこう、こうなんだっけ、名前忘れたけど、お前はあのカジノドライブ3区と名所ボラ3区。おまあ、この2頭の決闘は間違いなくあのダートをやれますんで、おそこは。 あの期待してくださいということでね、ねちょっと今日もう、お時間になりましたということで、まあ、ティアラあの、このレースで最後、とりあえずみんな、ね、ちょっと見守ってくれ、本当、まあ、あの成績は競走馬としては振るわなかったけども、スマイネル軍団に入ってここまで、まあ、無事に頑張ってくれたんで、最後のレース、みんなで応援してくれたら嬉しいなと思います、明日また、ね、反省会やりますんで、よかったら聞いてください。それでではは今日はこのぐらいい失礼いたします